三条通りでございますね、これ。そこから。ほら、猿沢池からずーっと三条通り。ほとんど店閉まってますよ。こんな状況でございます。これはひどいね、これ。ほとんどひどいよね。まあ、人もいないけど。あと4、500メーター行かないかけどね。大阪屋、閉まってます。辰巳、京屋、みんな閉まってますね。左側ちょっと入ってる、左側これ。左側ちょっと入ってるね。話題のハンコ屋さんでございます。ハンコはいらんやろう言うて今いろいろ議論になってるけどね。ここ何屋さんやった、ここ何やった、これ。起きて起きていっぱいあるけど、ここ何やった。ああ、ここは原票やで、ここね、元町、はい、奈良県のね。はい、こっちいいわ。今3時過ぎぐらいかね、全然人通り、ガラガラでございます。ハンコ屋さん入ってるよ。餅どの字でね、この餅ここでやっとるから、餅つきを。今やってないやろな。この奥の方やから。T シャツが3,190円で売れたんです。ありがたいな。それいりますわ。マーク銀行。何て言うの、何て言うの。マンホイね。これがね、だから段ができとるよね。段がありますね。銀行本店か、これすごいね。なんと銀行か。あの信号渡ったとこやから、だいぶ先やな。まあ、だいぶありますね。